おはろくたんです。はい、今回はですね、ラスの最強カスタムを皆さんに紹介していきたいなと思います。大会での、ルール上武器かぶりがなしということで、 SMG 枠の人で、ラスをね、使う人が最近増えてきてて、競技シーンでもね、ラスよく、見かけるようになりました。ランクマッチとかでもたまにいるかな、ラス使ってる人。はい。ということでね、今回は、ラスのね、最強カスタム紹介ということで、早速、ローダウトからガンスミス。はい。マゼル、モノレシックスサープレッサー、バレル、MIP、ライトバレル、ショート、ストックなし、弾薬、50ラウンド、拡張、マガジン、リアグリップ、流状グリップテープとなっております。はい。20メートルまでだったら、ラスはね、どこの部位、下半身とか、上半身、手とかですね。はい。どこの部位に当てても互角できます。5発で敵を20メートルまでだったら倒すことができます。で、覗くスピードはこんな感じですね。SMG っていうのもあって、覗くスピードはかなり早めですね。で、ラスはすごいね、反動がね、すごいね、抑えやすい。これリコイル制御なしなんですけれども、はい、若干ね、右の方にはずれるんですけれども、もう比較的もうシンプルな縦反動のみなので、すごいね、反動も抑えやすいです。はい。でね、近距離で打ち合うと、他のね、SMG とかに打ち負けてしまうんですけれども、ラスはね、20メートルまで互角できるということで、相手ともね、距離を取って、戦うのがおすすめですね。中距離とかで打ち合う場面、AR みたいな使い方、してれば強いです。はい。中距離で打つんだったら、じゃあ SMG じゃなくて AR でもいいじゃんって、思う人いるかもしれないんですけれども、この覗くスピードだったり、機動性ですね。SMG ならではの、移動速度だったり、機動性を考えると、自分は AR よりもね、中距離を、安定して敵を抜ける、強いラスの方をね、おすすめしております。はい。ということでね、今回紹介したラスの最強カスタムね、強いので、ぜひ皆さん使ってみてください。今回のこちらの動画が参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、動画の高評価してくれたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイニョーイ。みんなのロクタンロクタンタン、 SMG の名手ロクタンタンタン。